一銭不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今からねボロ物件ツアーの第2弾をね紹介していこうかなと思います。ただね、最初に言っときます。この2弾の動画、第2弾ですね、ボロ物件ツアー第2弾の2件目に見た動画なんですけど、結構山奥にありましてね、山奥というか、崖みたいなところですね。これ神戸市のね、須磨区ですね。須磨区になるんですけど、月見山って言いましてね、須磨区のだいぶ東の方になるんですけど、六甲山系、六甲山っていうね、全国の方はなかなか分かりにくい地名だと思うんですけど、六甲山っていう山がね、関西ね、よく阪神タイガースの歌で六甲おろしって歌あると思うんですけど、六甲山系のね、なんと言いますか、西の方になるんですけど、つまり山なんですよね。そこに家が建ってるんですけど、かなりの坂でしてね、神戸市須磨区とかね、あの辺、垂水区とか、ああいったところっていうのは基本、山を切り立ったところにね、家が建ってるところも多いので、結構坂が急なんですけど、物件を見に行きましたところね、実はね、その物件までたどり着いてないんですよ。かなりのね、山奥にあって、なんていう表現したらいいのかな。大人ただ4人がね、ただただ右往左往する動画になってます。結局物件見つかってませんのでね、たどり着けなかったんですよ。今時ね、スマートフォンがありますんで、スマートフォンに住所を打てば、そこまで大体歩いてもナビしてくれるじゃないですか。そのナビが機能しなかったと。で、大人4人スマホ持ってるんですけど、誰一人そこを見つけることができなかったんですよね。で、雨も降ってましたしね、そういったことでね、ただ大人が右往左往する動画なんですけど、こういうこともね、物件見た時にはやっぱあるんですね。住所が、ナビに出ていないっていうところでね、ナビといいますか、地図アプリに、ね、出ていない、Google マップとかにも出ていないことがたまにあるんですよ。すごく稀なケースですけどね。そういったこともね、リアルに撮ってます。見てもらう方はね、全然見れる動画にはなってると思うんですけど、本当ただ散歩動画、ただこんなところに家が建ってるんだなっていう、要は崖みたいなところをこう縫ってね、家と家の間、獣道みたいなところをずっと歩いてね、でまた階段を登って、崖崩れいうか、そこも家過去あったんだろうなっていう、ゲーム好きな人はねよくわかると思うんですけど、昔プレイステーション3か2かでね、サイレンっていう映画あった、サイレンっていうゲームがあったんですよ。恐怖のね、なんていうかな、日本古来のね、田舎が映ってるそういう怖いゲームがあったんですけど、そのサイレンの舞台によく似てるんですよね、あの地域ね。あんまり住所詳しくは言わないですけど、ちょっと特殊な感じのね、ちょっと独特な雰囲気がある地域でした。基本ね、不動産紹介動画を僕は撮ってるんですけど、いつもね、必ず頭に入れてるところが、ポイントが一つありましてね、必ず貸す人のことを思って、当然物件を見に行くんですよ。自分が買うにしてもね。そこを要は人に借りてもらわなければ収益として上がっていかないわけじゃないですか。ということは、貸す人の身になってね、ずっとこう物件をね、見に行くっていうのが僕のスタイルなんですよ。つまりゴールをね、一番最初に考えて、全て行動していってるわけなんですけど、ゴールどころか物件までたどり着かなかったのでね、っていう感じでね、動画見てもらったら分かります。はい、ではどうぞ。ちょっと待って、きつマジか、200万の戸建て見に行きます。これ4駆じゃないと上がらへんのちゃうかな。
あ、これか。え、これ道？これ？ここですか？キーボックス。どうでしょう。見ましょうか。あ、まだ奥ちゃいますこれ。ちょっと待ってね。あれ？ちょっと待ってね。あ、でもあれかな。ちょっと待ってね。この細い道は行き過ぎかな。あの角のひょっとしてあのこれでもこの奥ここ歩いていったわけですよね。これちゃうの？これこれやな。これですか？見たいですか？やっぱ蓄電池書いてないからこれっていだってこの端に家飛び出てる。これ家ですか？いやでも平屋ですもんねこれ。そうですね、これ平屋が違うわ。でも場所ここや。どういうことやろ。どこにあるっすね。あの玄関口のところに歩いてましたけどね。ちょっとさ、これはここやけどちゃうんかな。これはちゃいますね、なんせ。ねえ。家ないですし。32-4。まだ上も家あるって。こういう動画が面白いんですよ。上行ってみましょうか。これちなみに毎日のことになるやろこれ。あ、住所の看板立ってないんでわからんな。怖いですね。街灯とかあるんかな。こっちちゃうな。こっち行きましょうか。
ちょっとわけわからんようになってたな。これいっちゃいますね。ナビ出ないですよ。地図出ないです。出ない。32で絞っても出へんかな。32では出た。こっち側ですね。足元気をつけてくださいね。こっち側ですね。あ、これや。これですわ。これや。やっと着いた。32はここなんで、この4ですか、このすぐ近くですわ。玄関のところにキーボックスがあるで。立ち入り禁止。住所がね、買い取ったらまだ分かるんですけど。うん、眺めだけはいいですね。32の36。あ、隣に32の15ってなってる。ああ、こっち。距離的にこんなんは絶対おかしいですね。もっと長細い感じですもんね。上上がってきて。32やか、この区画やと思うんですけどね。みんな同じスマホ触っとんで、多分分からへんと思います。僕、紙細さは32で出したんですよ。もう一回ちょっと上がりましょうか。
ゃいます？もっと向こうかな。ちょっと一回それで行ってみましょうか、うん、これ反対向かい降りて行ってみましょうか。探検に来たみたいですね。子供の時はこの探検ってやりましたね。ああ。こんだけ分かりにくいのも初めてやな。おっとっとちゃう、穴とか開いてますんで。三浦さんおった、こっちでしょ。歩くだけで動画終わってまいそう。これは手ごわいな。これでも鍵、これかこれ、鍵ついてないんで、これで、入り口は、草が絡んで、平屋ですね。住んでますね。あれでしょ、これでしょ、これでしょ、ずっとこれでしょ。え、ちゃうか、どうやって入るんだろう、ちゃうか、あそこの藪の中こう突っ切っていく感じですけどね。あれやったらいいんですけどね。あれやったらめちゃめちゃキラキラするから、ガーッと綺麗にした。Thank you.